はい、こんにちは、タカです。先週末の流れというのはドルや円の弱さというのが少し目立っていました。特にドルに関して話題になっていたのが、これはもうユーロドルだと思うんですけどね、 1.0、 これ割れるかどうかというのが市場のまあ注目ポイントになっていたと思いますけども、結果割れなかったんですね。短期足で少し抜けただけでした。これを見てもしっかり買いが入ってきたような状況でね、今は調整の戻りが入っています。このドルの環境を見ていく際にユーロドル、これもかなりヒントになってくると思うんですよね。それもあってドル、少し上値の重さなんか僕は見ていたわけですけどね、ただ昨日ドルはいいところまで押していきました。そもそもドルすごく強いですからね、調整の売りを見ているに過ぎないですから、やっぱり流れが止まる、底堅動きが少しでも見えてしまうと、この買い戻しの動き、これには備えていかないといけないと思います。ドルは流れが止まって調整の動きが出てくるかも。ではユーロドルから見ていけばドルどうですかね。このあたりを見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。チャートの方を見ていけばもう一目見てわかりますね。チャートはすごく弱い。下落トレンド見えていて、今の戻りは調整の戻りに過ぎないなというのはわかります。上値が重くなってくればまた売りの方は見ていきたい。そんなチャートにも見えてきますね。今の戻りに関しては、日足レベルで見ていけばあくまで調整の戻りに僕は過ぎないかなとは思ってます。もう少し短期足、このあたりで見ていくと、このあたりでレンジを組んでいたわけですね。すごく小さなレンジにはなりますけども、この青い波で見ていけば、いいサイズのレンジだったと思います。このレンジから上の方に抜けてから少し流れが変わったわけですね。なぜじゃあ高値を抜けたのか。これも 1.0 のサポートがしっかり見えたからじゃないですかね。ただ僕自身はこの赤い波も見てますからね。この波で見ていけばまだまだ調整の動きに過ぎない。下への流れは強く出ている。サポートを割れているというこの事実は何も変わらないわけですから、上値が重くなってくればまた売りの方は出てくるかも。大きな売りの流れに対しての調整を見ていくんなら、このぐらいのサイズの調整になってもおかしくもないわけですよね。そんなことも考えながら昨日の値動き見ていたわけですけども、このあたりで抵抗になるかどうかというのはこれはもう結果を見ないとわからない。あくまでこのあたりの高値というのはね、過去に抵抗になっていたわけで、今回抵抗になるかどうかは分からなかったわけですけども、これが一つの決着ついたんじゃないですかね。少なくとも意識はされているかなと。そうなると、もともとはチャートはすごく弱いわけです。今の戻りもあくまで調整の戻りに過ぎなかったとも見ています。ただ短期的には上昇トレンド見えてましたからね、これをロングで見ていくというのも悪くはなかったと思うんですけども、意識されているポイントにぶつかって売りの方も入ってきている状況が今もありますから、もう簡単に押し目買いを見ていく場面ではないのかなとは思います。あとはこの青いレンジですかね。この辺りから上の方に抜けていますから、この 1.0 を割れる、こういった短期ショート勢はたくさんいたと思いますから、そういった踏み上げ相場みたいなこともあったと思うんですね。ということは深い押しが入ってしまったら、そのショートも逃げてしまうことになります。現在まだそこまでの深い押しというわけではないですけども、ただそれなりのサイズの押しは入ってきてしまってますね。ヒゲの方もかなり長くなっています。このあたりがレンジになるかもしれないわけで、そうなると現在地レンジの高値圏、チャートはすごく弱いですから、むしろ売り場を探っていく、そういった場面のようにも見えてきます。これを言い方を変えれば、ドルの底堅さというのが少し見えたのかもですね。ドルに買いが入ってくればユーロドル、これはもう売り圧力かかりますからね。そういった意味でも少しこのドル買い局面を見ていく、もしくはドルの調整の動きですかね、こういったのを見ていく場面にもなってきたのかなと思ってます。買っていくのはかなり慎重に見たい場所のように感じますけど、どうでしょうかね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ていくと高値を抜けている上昇トレンドが見えています。短期上昇トレンド見えてますからね、まずはこの動きをしっかり見ていけばいいと思いますけども、これ後半、少し売りが入ってるんですよね。アメリカ時間に入ってから上値が重くなってきています。上昇が止められたということになりますから、今後は調整を見ていきます。自分ならこの調整、まずはレンジを疑います。ということは高安が見えてくるはず。高値は 1.01 の、後半あたりですかね、80あたりを見ていくことになるかなと。一方で安値がまだはっきり見えてないですね。このサポートが見えてくれば、ここには上昇トレンドありますから、じゃあ買っていこうかと。これも悪くはないと思うんですけども。そもそも僕はこの大きな売りに対してのレンジの高値と今ここら辺見てますんでね、簡単に買っていける状況にないと思ってるんですよね。ただ短期足を見ていくと強いトレンドもありますから、買いは入りやすい、押し目買いは入ってきやすいんじゃないかなと思うんですよね。この押し目買いの上がったところ、これをショートで少し見ていきたいなと。
結果的にはダブルトップみたいな形になってくれればより分かりやすいですけどね。ただまあ何より分かりやすいのは、高値抜けてしまったらもうこれはダメだということですから、この高値、まあ 1.02 あたりですかね。このあたりをバックにショートを見ていく流れを、今日は少し意識してみていこうかなと。ただ売るにしても売る場所はあると思うんですね。僕はこのあたり調整のレンジになるかもしれないと。まあそんなことも考えてますんで、下の方で売りたくないんですね。レンジになってしまったらまた上がる場面は出てくるかもしれません。それにまあ付き合いとかないですから、売っていくんなら上から売りたい。まあ、そういった意味では一旦今流れが止まったところですからね、今後の動きがすごく大事になってくるんじゃないですかね。まあ、今日の動きということですね。今日の動きがすごく大事。自分自身はもうこれ上値が重い状況を少し見えたかなと思いますので、 1.02 この高値をバックに売り場を探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円1時間足に冷やしを重ねています。円がすごく弱いですね。昨日も弱いですけども、ただ後半に入って少し買い戻しが進みました。つまりまあクロス円なんかも上値が重い状況、上髭という形がまあどの通貨を見ても見えていることになります。まあ、最近はドルと円は仲良しですからね、ドルの方に買いが入ってくれば円の方にも確かに買いは入ってくるかもしれません。まあ、そうなるとまた売りの方も出てくるかもしれませんけども、ただまあ少し気をつけたいのはドルと円というのはそもそもが全く環境違います。ドルはもう去年からずーっと強いですし、円というのは去年からずーっと弱いんですよね。これが今の事実です。確かに今は仲良しかもしれませんけども、どこかでやっぱり流れは分かれてくるかなと。で、分かれてくる際に、やっぱり出やすい流れは今までの流れ、これを組んだ流れになってくるんじゃないかと思うんですね。ということはもうドルに買いが入ってきても、円の方に買い戻しが進むかどうかは分からない。まあ少なくともね、まあ怪しいなと、そういった気持ちを持って見ていくというのは大事になってくるんじゃないですかね。まあ、とはいえ、冷やしを見ていけば上髭かなり長く出ています。チャートの方を見ていくと下落の流れも強く出てますからね。確かに流れが止まって、上値が重くなってくればまた売りの方は入ってくるかもしれません。チャートの方を見ていけば売れないチャートというわけでは全くないと思います。ただこれは週末の動画なんかも合わせて見ていただきたいんですけどね。週足環境なんかを見ていくとまだまだチャート強いです。やっぱ円弱いですからね。円が弱い状況続くと、やっぱチャートは底堅い動きになりやすいと思います。仮にユーロ円をショートで見ていくんであれば、よほどユーロが弱いと、そう思わない限りはユーロ円よりもユーロドル、そちらを見た方が流れに乗りやすいかなと。まあ、そんなことは考えてしまいますね。まあ、クロス円というのは少し上値が重い状況見えてくるかもしれませんけども、わざわざこれをショートで見ていくんであれば、ドルストをショートで見た方がわかりやすいとは思います。ですからまあなんとなくこう上値が重い状況ですからね、まあ様子見になってしまいそうですけども、逆転の発想で見ていくのも面白いかもですね。まあ円の方が今強い流れにも出てきそうだから、まあ売りの流れを見ていくことになるわけですけども、ただまあ売りを見ていくのはドルスト見た方がわかりやすいですね。ということは逆に円が弱い状況になった際にはこの上げの流れを見ていくのは面白いんじゃないかなと。例えば昨日これヒゲをつけているわけですからね。まあ誰がどう見ても上値が重そうだというのはこれはわかるわけです。こういった環境から高値抜けてきたらどうですかね。まあこういった環境を見ていくと戻り売り、ショートはたくさん入りそうですからね。そういった流れをひっくり返して高値を更新するような動き。例えばこのあたりで少し足場を作っても面白いと思います。まあすぐに今日結果というよりはこのあたりの動きを見ながら、改めて考えていくでもいいのかなとは思います。ですからまあ反転なんかを見ていくのはもうドルでいいかなと。底堅い動きなんかが見えてくると逆にクロス円が少し面白そうかなと。そんなことを考えながら値動き、少し見ていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル。1時間足に冷やしを重ねています。ポンドもちょっと上値が重い状況になってしまいましたがね、まあ、チャートの方を見ていくとも完全に下落トレンド、かなり弱い流れが見えてます。戻りの高値も抜けてないですね。売りの方が入った場所というのも直近高値、まあ、ぴったり反応しています。まあ、こういったのを見てもチャートはすごく弱そうですね。そしてまあ最近ちょっと気になっているのがこのポンド自体の弱さですかね。他のドルストの値動きと比べても、ポンドも明らかに上値が重い。貯金高値すら抜けてないですから。まあ、そうなるとドルが弱い状況だとポンドも弱いですから弱い通貨同士、まあ、動きにくいということになってしまいますけども、反転、ドルはもともと強かったわけですからね。このドルに反転の兆し、もしくはドル買いの流れ、こういったのが強く出てきた際にはポンドドルは面白くなってくるかもですね。昨日実はポンドかなり強かったんですよね。この強いポンドを見て、よしポンドに買いが入ってきたと、そう判断するのも面白いかもしれませんけども、チャートの方から見ていくと、ポンドに買いは入ってるんですけども、それでも抜けてないですからね。まあ、そういった意味ではポンドに買いは入ったんだけども、それでも環境変わらなかったということにもなります。まあ、こういった状況からもロングを見ていくのは少し難しそうに感じてしまいますね。昨日のこのヒゲなんかを見ても、売りが入りそうな場所でしっかり売りは入ったように見えてしまいます。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。
短期足を見ていくと少し景色が変わります。直近高値を抜けてますね。強い上昇トレンド、波の底から見ていけばトレンドにもなっていますから、押しが入れば買っていきたいと、こういった流れはあるかもしれません。ただ一歩引いて冷やし環境なんかを見ていくと、このあたりは直近高値圏ですから、こういったレンジになってくるかもですね。まあそうなるとこのあたり高値圏、簡単にロングをしていいのかどうかというのは冷静になってもいい場所になってくるんじゃないですかね。ただ短期足を見ていくと押し目買いは入りそう、ならばこの押し目買いが入ったところを売りで見ていくのも面白そうかなとも思います。ただし、これ抜けてしまったらもうこれはダメですからね。完全に環境の方も変わってしまいそうですから、ショートをしていくんなら 1.20 ですか、このあたりを壁として、まあ、高値をバックにショートを見ていくのがいいのかなと。抜けてしまったら一旦投げる、諦めるというのも大事になってくるかと思います。であればまあね、このあたりになるべく引き付けてのショートなんかは面白そうですね。ですけども、まあ、戻りが入ってくるかどうかは分かりませんけどね。ただまあ短期足の上昇トレンドもここに見えてますから、押し目買いは入りやすい環境はあるように思うんですよね。まあ、こういった買いに期待はしていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、クロス円というのはいい環境ですよね。しっかり買いが入っています。まあ、気になるのがこのヒゲの部分、アメリカ時間に入ってからこの円高が進みましたんでね、まあ、クロス円はもう全体的にこう売りの流れが強く最後は出ています。これを見て、上値が重いと判断するのもいいですね。直近このあたりがネックライン割れてからは売りのトレンドが出ていると、戻りが入ったけども壁にぶつかって、もしかしたら波の反転見えてくるかもと、こういった売りの流れを見ていくというのは悪くはないと思います。ただこれも同じことがユーロにも言えると思うんですね。もし売りの方が入ってくるんであれば、ドルは強い状況になってくるんじゃないかなと。そうなればまあドルもともと強いですから、ポンドドルをショートで見た方が効率はいいんじゃないかなと。ドルと円というのはもともと環境が全然違います。円の方が弱いんですよね。まあ、円の方にもそれでも買いは入ってくるかもしれませんし、買いが入ってくれば下がるんでしょうけども、思いのほかこの円安が続いてしまったら底堅い動きになってしまうかもしれません。まあ、それだとショートは少し難しい場面も出てきそうですね。このあたりは抵抗にもなりやすそうな場所ですから、レンジ相場なんかも合わせて考えておきたいです。ただ昨日の環境からも簡単に買っていくのも逆にこれはこれで難しいですね。昨日止められたのが166円ですかね。ですからまあ本当に買っていこうと思えばこの高値を再度抜けていかないといけないわけで、まあ、これはそれなりに抵抗も出てくるんじゃないですかね。ということはまあ上限に壁が見えてくるのかなと、しばらくレンジというのも想定はしておきたいかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルのチャートはかなり弱いですね。まあ、大きな一本の下落で見てもいいと思いますし、まあ、もう少し短期的な下落トレンドを見てもいいと思います。今戻りが入ってますけども、戻りの高値まだ抜けていない、まあ、こういった状況でドルの方が少し底堅い動きになってきました。まあ、そうなると売りの方は強く出てきてしまうかもしれません。これ高値抜けていれば話変わっていたと思いますけどもね、結果的には抜けてないですから、この部分の上値の重さというのはこれを頭に入れておくべきだと思いますね。ですから逆の言い方をすれば、昨日の高値これ抜けてくれば環境ガラッと変わってきそうで、買いなんかを見ていくのはこの高値抜けるかどうかで判断はしていくことになるかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。これも短期足を見ていくと強いトレンドが見えてきますよね。上昇トレンド、ただ昨日は一旦流れが止まっています。この高値を抜けてくれば上位足の環境からもやっぱり買い場は見えてくるかなと、まあ、実際高値抜けてるわけですから押し目買いをしていくというのは悪くはないと思うんですけども、ただこればかりを見ていくと少し足元を救われてしまうかもしれません。まあ、それが直近高値ですね。抜けてはいないんで、この高値、上値が重い状況を見えてしまえばこの戻り、これを叩かれてしまうかもしれません。売るんならこの戻りに期待したいところですかね。まだ流れが止まったところですから、売りの方が入ってくるかどうかというのは状況まだ読めないです。下のサポートも見えてないような状況ですから、ドーンと売りが入ってしまったらまあこういった値動き、付き合っていくのは難しいと思いますけどね。ただまあ短期足を見てるとこうやって抜けてますから押し目買いなんかは入りやすいんじゃないですかね。売っていくんならその買い、戻り局面というのをしっかり待つのが大事になってくるかと思います。僕自身はこの昨日で一旦流れが止められてしまった、まあ、その結果高値抜けなかったというこの事実がまあすごく重く感じますね。ドルの底堅さ、見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円も嫌なところで売り入りましたよね。直近高値、まあ、抜けそうになっていたわけですけども、ヒゲで全部潰されています。94円というのはまあ抵抗すごく強そうですね。であれば売りを見ていきますかね。まあ、実際これも悪くはないと思いますね。このあたりのレンジと捉えても面白いと思います。高値圏ですから売りが入ってくるかもしれません。
この値動き自体を否定するわけではないんですけども、ただまあドルと円とはどっちが強いのかというところになってくるんだと思うんですね。僕はやっぱりドルの方が強く感じますんで、そうなるとやっぱ売りの流れ見ていくんならドルストを見た方が効率でいいのかなと。一方で円というのは去年からずっと円安トレンドは出ていますから、基本的には底堅い動きが出やすいのかなとも思うんですよね。まあそうなるとクロス線というのは下がりにくい。ただまあ簡単に買っていくような場所でもないですね。まあさすがにこのヒゲです。そしてこのレンジも見えてます。まあ明らかな高値圏。簡単に買っていく場所でもないと思いますから、買っていくんならちゃんとサポートは見つけていきたいところです。ですからまあ買いを見ていくにはあまりにもまあこの位置ですからね。でも売りを見ていくんならドルストの方がいいかなと思いますんで、まあそうなると様子見ということになってきますかね。このあたりで足場なんかを作ってくれるとわかりやすいので、そういった動きに期待はしていこうかと思います。はい、ということで、僕自身まあドル売りの流れ、調整のドル売りですね、これをまあだいぶ見ていたんですけども、これに関しても昨日で一旦、少し様子を見ていこうかと思っています。まあ、その理由の中で一番大きいのがまずこのユーロドルですかね。まあ、このユーロはもうかなりしっかり見ないといけないと思うんですけども、昨日このユーロ直近高値抜けなかったんですね。 1.02 でしっかり流れが止められました。まあ、チャートはすごく弱いんですね。大きな調整なんかも合わせて考えていきたいところですけども、まあ、サイズ感としてはもうこの辺りで流れが止まってくればまた売りの方も入ってきそうな場所にもなります。昨日実際大きな売りも入ってヒゲもかなり長いですからね。上値の重さは見ていこうかなと。現在地この辺りレンジと見ていけば高値圏ですから、少しこのドルの底堅い動きですね。こういった値動きも出てくるかもしれません。ただまあ高値抜けてしまったら環境が変わってしまいますからね。ショートをしていくんならこの 1.02 このあたりをバックにショートは見ていこうかなと。同時にまあドルの強さですかね、そのあたりも合わせて見ていこうかと思ってはいるんですけども、まあ、ドル層全部ね、こういった高値抜けてないですからね。そういったところからもドルの底堅さ、これも合わせて見ていこうかと思います。ただまあすぐにドーンと売りが入ってくるかどうかは別問題ですからね。高値圏、一旦流れが止まった形になりますから、調整の流れも合わせて見てはいきたいです。短期的には上昇トレンドまだ崩れてもなかったりもしてますんでね、押し目買いなんかは入ってくるかもしれません。売っていくんならそういった戻りをしっかり狙いたいところですかね。あまり突っ込んだ場面でのショートは気をつけたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。